世界の有名投資家はどんな株に注目しているのか <noise> こんにちはガチ速米国株を書いたアッキーですそれでは今回はこれからのトレンド世界の投資家が注目する株について解説していきます 2022年はロシア・ウクライナ戦争の長期化、中国のゼロコロナ政策、世界的なインフレの高止まりなど、予想外の出来事が連続したこともあり、4月から6月期には投資戦略を大きく変更せざるを得ない投資家が続出しました。 そこで今回は経済の変化が激しい今世界の著名投資家たちがどんな株を手放してどんな株に注目しているのか分かりやすく3つのパートに分けて解説していきます1個目のパートヘッジファンドとは何か2個目のパートグロース株からバリュー株3個目のパートを今後人気化するセクター この動画を見れば世界の経済と株価の関係について知ることができます著名投資家の動向を知ることができます今後の投資に役立つ情報を得ることができます投資を学び始めた投資初心者の人にも分かりやすく解説していきますぜひ最後までこの動画をご覧ください 1>, 1個目のパート、ヘッジファンドとは何か、ニュースでよく耳にする、米国の代表的な株価指数、S、S&P500 は、年初につけた高値から6月までに20%下落したことで、弱気相場に入ったと言われています。1946年以来過去に13回あった弱気相場では 株価が底を打つまで平均で1年余り下落率は約33%に達し以前の高値を回復するまでには底値から約2年が必要というデータがありますハイテク株を多く含むナスダックも34.8%の下落により多くの投資家にとって悲観的な結果となりました ここは投資を一休みした方がいいという考えになるかもしれない中逆にこのような株価低迷期にこそ資産形成のチャンスがあると積極的に買い向かっている投資家たちもいますでは世界の著名投資家たちが一体どんな株を手放してどんな株に注目をしているのか気になる人も多いはずです そこでまず紹介したいのがヘッジファンドについてです。投資を勉強する中で、ヘッジファンドという言葉を聞いたことがある人もいるかと思います。ヘッジファンドとは市場環境の良し悪しに関係なく、絶対的に利益を追求するファンドです。 投資信託とよく似た特徴を持っていますが公募形式ではなく私募形式でお金を集める点が異なります簡単に言えばお金持ちだけが買える投資信託のようなものです株式や債券不動産などあらゆる金融商品や資産がヘッジファンドの投資対象になりますただし欧米の有名なヘッジファンドには 一般的には資産総額を100億円持っていてそのうち5億円程度をヘッジファンドへ投資できる人や団体企業でないと投資できないケースが多く一般の投資家の人はまずそのような有名なヘッジファンドに投資できないですしかしこのヘッジファンドが世界の株式市場の大きな影響を与えることがあります一般的にヘッジファンドは相場の流れをより加速させる傾向があります 例えば株式市場が下落し始めた時ヘッジファンドも売りを仕掛けるため売りが売りを呼び株価はどんどん下落することになります逆に株式市場の上昇局面ではヘッジファンドが買いを仕掛けるため買いが買いを呼び株価の上昇が加速していきますリーマンショック時の株価の急落はヘッジファンドの売りが売りを生んだ典型例ですそのため世界のヘッジファンドの動向を知るために有名なヘッジファンド ヘッジファンドが4月月かから6月期にどう動いいたのかを紹介していきます2個目のパート、グロース株からバリュー株、4月から6月期、世界最大のヘッジファンド、レイダリオが率いるブリッジウォーター・アソシエイツは、S&P500ETF を大きく買い増ししたほか、小売り最大手のウォルマート、ディスカウントストアチェーン大手のターゲット、ドラッグストア最大手の CVS ヘルスなど、小売り株を買い増ししました。 米国ではインフレが高止まりしていることから、 生活する上で欠かせない支質が増えていますそのため生活に関わる資質以外の資質を抑えなければならなくなってきています今まで低価格に目を向けてこなかった高収入の方もインフレに耐えきれず低価格を求めるようにもなっています先ほど挙げたウォルマートやターゲット CVS ヘルスは低価格を売りにして契約生活を迫られる消費者にとって強い味方となるため好調な業績が 期待できる企業と言えますまたインフレの中でも価格競争は企業の業績において必ずしも追い風になるとは言えませんが長期的には追い風となりますこれはどういう意味かというと大量に商品を仕入れることができない小売店に対して 大手企業は大量に商品を仕入れることができるため価格競争に強く価格競争が起きる局面ではシェアを獲得することで景気拡大局面となったときに業績を大きく伸ばすことができますこのようにレイダリーを率いるブリッジウォーターはインフレをチャンスと捉えて小売株を買い増ししたと考えられます一方新興国株 etf を大量に売却したほか中国株のアリババ jd.com の全株売却もしました投資マネーは基本的に金利が低い国から高い国へ流れる傾向がありますそのため米国の利上げにより米国と新興国との金利差が拡大することで 投資マネーが新興国から流出し米国へと流入する可能性があります加えて米国に上場する中国 ADR にめぐっては中国が上場廃止のリスクもあるため中国株を大きく売却することに至ったのと関係があるかもしれないです次にブリッジウォーターに次ぐ世界最大級のヘッジファンドジョージソロスが率いるソロスファンドはアマゾンやアルファベット顧客情報管理のセールスウース などのハイテク株を買い増ししたほかテスラやウーバーなどの株を新規で購入しましたハイテク株については6月にナスダックが暴落したことで多くの投資家は悲観的になりましたしかしこの時から長期金利が下落し始めたことによりハイテク株は復活の兆しを見せていますただし今後ハイテク株が上がるのか否かは長期金利次第のため注意が必要ですそしてソロスファンドは主力株であるリビア オートモーティブを1割売却しました。 長期金利の上昇を背景としたナスダックの暴落局面ではハイパーグロース株ほど激しく売られたためハイパーグロース株の代表格とされるリビアンも暴落しました最後に1億ドル以上の投資をしているすべての投資家のセクター別シェアを確認すると IT とコミュニケーションズが低下傾向でエネルギーと金融は上昇傾向であることがわかっていますつまりハイテク株などのグロース株から 金融株やエネルギー株などのバリュー株へ投資マネーが移り変わっており無こう数年はグロース株よりもバリュー株へ投資をする方が有効的だと考えられます実際投資の神様と呼ばれているウォーレンバフェット氏が率いる投資会社のバークシャーハサウェイは4月6月期に石油大手のシェブロンやオキシデンタルペルトリアムなど石油株を買い増ししています 加えてマーケルやアライファイナンシャルなど保険株も買い増しています。 このように世界の有名な投資家が注目しているのがエネルギー株や金融株ですなぜブームであったハイテク株からエネルギー株や金融株に投資先が移り変わっているのかというとスタグフレーションを警戒しているからだと思いますスタグフレーションとはインフレと景気後退が同時に進む現象です通常景気の停滞は需要が落ち込むことからデフレ要因となるはずですしかし石油価格の高騰など 原材料や素材関連の価格上昇などによって不景気の中でも物価が上昇することがありますこれがスタグフレーションですこのようにスタグフレーションを警戒していることで世界の投資家はハイテク株や新興国株中国株を売って金融株やエネルギー株を購入するなどグロース株からバリュー株へとシフトさせていることがわかります 3個目のパート、を今後人気化するセクターは何か、景気のサイクルによって、その時の最もパフォーマンスの高いセクターは異なります。そのステージによって有利なセクターは変わり、 このタイミングに合わせて投資対象を切り替えていくことをセクターローテーションと言います。例えば現在は株式市場が弱気相場入りをして、また景気は後退入りしていないため、生活必需品セクターやヘルスケアセクター、公益セクターが人気化する局面だと言えます。ただし近い将来に株式市場の弱気相場が本格化し、景気後退入りする可能性は高く、もし景気後退入りするとなると、 これからは金融や不動産がが人気化すする可能性があります景気後退だけでなくインフレが同時に進むスタグフレーション局面であればインフレの恩恵を受けるとされるエネルギー株も人気化する可能性がありますだからこそ世界の有名な投資家たちがスタグフレーションへの警戒感からエネルギー株や金融株を積極的に買い増ししていると考えられます 具体的にエネルギー株にまとめて投資できる投資先として挙げられるのはエネルギーセクター ETF のバンガード米国エネルギーセクター ETF 略して VDE は石油やその他のエネルギー関連の企業を投資対象とする ETF で米国エネルギーセクターの102銘柄で構成された ETF ですそして VDE はバリュー株の割合が高いため高配当で不景気や高金利図に買われる ETF です組入れ銘柄には石油大手のエクソンモービルやシェブロンが含まれます どちらも業績は原油高の恩恵を受けていて、ロシア・ウクライナ侵攻で供給に不安が広がっている中では、石油関連企業にとって追い風だと言えます。金融株にまとめて投資をしたい場合の ETF として挙げられるのは、金融セクター ETF のバンガード米国金融セクター ETF 略して VFH です。VFH は銀行や証券会社 保険、不動産などに従事する企業を投資対象とする ETF で、米国の金融セクター382銘柄で構成された ETF です。そして VFH は、景気が強く、金利が低い回復期に変わりやすい特徴があります。組入れ銘柄には、バークシャー・ハサウェイ、JP モルガン、バンコオブ・アメリカが含まれます。 VFH については、インフレの深刻化、FRB の急速な利上げ、そしてスタグフレーションが現実化しつつある中、 世界的に株価が上がりにくい展開が続く予想から個人投資家にとってはしばらく生還した方がいいと言えます現在はまだ景気後退入りしていないため業績が景気に左右されにくいディフェンシブセクターで言えば具体的には生活必需品セクター ETF のバンガード米国生活必需品セクター ETF VDC= ヘルスケアセクター ETF のヴァンガード米国ヘルスケアセクター ETFVHT が挙げられますディフェンシブセクターとはあまり景気に影響されない企業からなるセクターのことです食品や薬品通信や陸運などがこのセクターに属しますこのセクターの特徴はボラティリティが低いことにあります生活必需品セクターの VDC は P&G コカ・コーラ コストコなど普段利用していて欠かせない聞き馴染みのある銘柄が含まれ生活に欠かせない必需品を提供する100銘柄を投資対象とする ETF です特に米国の生活必需品セクターの企業は米国以外の国や地域でビジネスを展開しています世界的に人口が増えることが間違いないため毎年の売上が着実に伸びるのは確実と言えます このセクターはまるまるショックにも株価が下がりづらく景気後退時にも業績が落ちない 安定した株価の上昇が期待できますヘルスケアセクターの vht は医薬品や医療機器などを含むヘルスケアセクターの企業に投資をする etf でユナイテッドヘルスジョンソンエンドジョンソンファイザーなど個別株でも人気の銘柄を含む445銘柄を投資対象とする etf です vht はこちらもディフェンシブセクターのため不況に強い特徴成長が見込めるヘルスケアセクターに投資対象 限定していいるるためめ高いリターンがが見込める特徴がありますここまで今後注目すべきセクターについて紹介してきましたが、世界の投資家たちは、スタグフレーションへの懸念から、インフレに強いエネルギー株や、景気後退局面で人気化する金融株に投資対象をシフトしていることから、今後も景気サイクルとその期間に人気化するセクターを意識して、動向をチェックしてみてください。 この動画を見て参考になった、こんな動画をやってほしいなどのご意見があると嬉しいです。動画のコメント欄にぜひコメントをください。それでは今後もどんどん動画を投稿していきます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。